貝塚の所在地、県立鶴見高校。商船塚貝塚一図商船塚貝塚は、神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目にある、縄文時代後期の貝塚である。遺跡範囲は、現在の神奈川県立鶴見高等学校に相当する。下末吉台地の上、鶴見川の現氾濫源と、神奈川県立三池公園の谷に挟まれた一角に、形成された貝塚群である。発見は古く、1877年に、エドワード・エスモースにより、大森貝塚が調査された時期にも近い1879年頃には、ジョン・ミルンが台地沿辺部の貝層を調査し、主要構成貝類が大森で発見されたものと同じとした。その後、エミスイーニや大場巌ら著名な考古学研究者も含む複数回の調査を経て、1935年に大山が手話によって本格的に発掘調査され、AK の11地点が調査された。スガイやツメタガイ、ハイガイなど24種に上る貝類や、魚類、哺乳類、鳥類の骨と骨格器、また、堀之内式やカソリビー式土器など、縄文後期を中心とする縄文土器が出土した。1941年に遺跡地で旧制鶴見中学校建設工事が始まった際には、当時の国語の国定教科書、国語特本掲載の文章、古代の遺物に影響を受けた地元小学生が工事現場で人面取っ手と見られる遺物を採集している。その他の出土遺物では、1967年調査で見つかった人骨2体が国立科学博物館に収蔵されている。現在は鶴見高校敷地内だが、2002年に至るまで神奈川県立歴史博物館などにより断続的に調査が行われている。ありがとうございます。